ガンユータ、レシピ、藤原博士がリミックス。二人の才能が融合した奇跡のサウンド。藤原博士×ガンユータ、レシピ、リミックスがすごい。原曲との違いを徹底比較。藤原博士さんといえば、日本の音楽シーンにおいてひときわ輝く存在です。彼の音楽は常に時代を超え、ジャンルを超えた新たな感覚をもたらしてきました。そんな彼が手がけた、レシピのリミックスは、 多くのファンにとととって驚きと感動をもたたらす出来事となりました特に岸優太さんという新しいアーティストがその楽曲を通じて注目を集めたことはファンだけでなく音楽業界にとっても大きなインパクトを与えたのですこの「レシピ」という楽曲は元踊り時のバージョンでも美しいメロディーと感情豊かな歌声が特徴でしたが藤原さんのリミックスによってさらに深みと新しい魅力が加わりました このリミックスは単に音を追加したり変化させたりするだけではなく、元の曲が持つエッセンスを引き出しながら、全く新しい体験を提供しています。リミックスという手法は、楽曲に対する新しい解釈を加える一つのアートフォームですが、藤原さんはそれを使って、レシピを新たな次元へと昇華させたのです。藤原さんは、リミックスを制作する際に常にアーティストの本質を尊重します。 彼自身がインタビューで述べたように、岸さんの歌声に特別な魅力を感じ、その声を最大限に生かすことを考えてリミックスを作り上げたといいます。藤原さんがリミックスを手掛ける前に、岸さんの曲をダウンロードして聴いたとき、その歌唱力に驚かされたという話も印象的です。彼がリミックスをすることになった背景には、岸さんの歌に対する藤原さんの深い敬意と共感があったことがうかがえます。このリミックスは 音楽ファンだけでなく、音楽を作り出す側のアーティストたちにも新しい視点を与えるものでした。リミックスが公開された後、多くのリスナーがその新しいアレンジに驚き、SNS 上でも絶賛の声が相次ぎました。レシピのリミックスは、単に音楽として楽しむだけでなく、藤原さんがどのようにして音楽を作り上げているのか、そのプロセスを垣間見ることができる貴重な機会でもありました。これはリスナーにとって、 音楽そのもののもを超えたた体験となったのですまた、藤原さんがリミックスを手掛けた背景には、今の音楽シーンに対する彼自身の見解が反映されています。現在、音楽業界ではデジタル技術の進化により、リミックスやコラボレーションが以前よりも簡単に行われるようになっています。しかし、藤原さんはその流れにただ乗るのではなく、あえて自分のスタイルを貫き通し、 アーティストとしての感性を作品に反映させています。彼がレシピをリミックスした際も、単なる流行に迎合することなく、岸さんの声に寄り添い、楽曲の持つ本来の力を引き出そうとしたのです。このような藤原さんのアプローチは、彼の音楽に対する真摯な姿勢を感じさせるものです。彼は常に音楽そのものをリスペクトし、アーティストが持つ独自の個性や感性を大切にしています。そして、 そのアーティストの魅力を最大限に引き出すことで、音楽が持つ無限の可能性をリスナーに届けているのです。藤原さんのリミックスは、音楽が単なるエンターテインメントではなく、リスナーとの心の交流を生むものだということを改めて感じさせてくれます。さらに、このリミックスは、音楽ファン同士の絆も深めることとなりました。藤原さんの番組で、レシピのリミックスが初めて流れた瞬間、 多くのファンがその放送を聞き、その後 SNS で感想を共有しました。特に、岸さんのファンにとっては、彼の歌声がリミックスによって新たに生まれ変わったことが、非常に感慨深い出来事であったようです。リミックスを通じて、音楽が時間や世代を超えて広がっていく様子は、まさに音楽の持つ力を象徴しています。音楽のリミックスは、元の楽曲を尊重しつつも、 新しい生命を吹き込む作業です藤原さんが手がけたレシピのリミックスもその典型例と言えるでしょう。リスナーにとってはただのアレンジではなく新たな感情や思考を喚起するものとなり藤原さんの創造性と岸さんの才能が融合した結果これまでにない形で楽曲が再解釈されました。これは音楽が常に進化し続けるものであり。 同じ曲でもリミックスによって全く異なる感動を与えることができるということを示しています。藤原宏さんによるレシピのリミックスは、単なる楽曲の再解釈以上に、現代の音楽シーンに対する重要なメッセージを含んでいます。それは、音楽がどのようにして個人や文化をつなぐ手段となりうるのか、そしてそのつながりがどのように新しいインスピレーションを生むのかという問いかけです。このリミックスが示しているのは、 音楽が時代や国境ををえた普遍的な力を持っていいるという事実です。レシピのリミックスを聞くと、元の楽曲が持つ繊細な感情がさらに深まったことが感じられます。藤原さんのリミックスは、単に音を再構成しただけでなく、曲の感情的なコアに新たな息吹を吹き込んでいます。特に岸優太さんの柔らかくも力強い歌声が、リミックスによって新しい形で浮かび上がり、聴くものに深い印象を与えます。 このリミックスの制作に至った背景には、藤原さん自身の経験や音楽に対する哲学が大きく関係していると考えられます。藤原さんは、自身のキャリアを通じて、常に音楽の枠を超えた活動を行ってきました。音楽だけでなく、ファッションやアートといった他の文化的領域とも積極的に関わり、ジャンルを超えたクリエイティビティを追求してきました。そうした多様な経験が、 レシピのリミックスにも色濃く反映されているのです。彼のリミックスは、音楽という枠を超えて、広がり続ける文化の対話を象徴しているとも言えるでしょう。また、藤原さんがレシピをリミックスした際に意識したのは、単なる新しさだけではなく、元の曲が持つ、懐かしさと、新鮮さのバランスです。この点は、リスナーの多くが感じ取った要素でもあります。特に 岸さんのファンからは、懐かしさと新しさが共存していて、心地よいという感想が多く寄せられました。このバランスを取ることができるのは、藤原さんが音楽そのものに対して深い理解とリスペクトを持っているからこそでしょう。彼は新しいものを生み出すために、必ずしも既存のものを否定する必要がないことを示してくれます。むしろ、過去の要素を大切にしながらも、それを新しい形で再解釈することによって、 より深い感動を与えるることができるのできのす藤原さんのリミックスを通じて、音楽が私たちの日常生活にどのように影響を与えているのかを改めて考えさせられます。音楽は単なるエンターテインメントとして消費されるものではなく、私たちの感情や思考を刺激し、新しい視点を提供してくれるものです。そして、藤原さんのレシピのリミックスは、そのことを体現しています。 このリミックスを聞いたリスナーたちは、それぞれの経験や感情に基づいて新たな発見をし、音楽との新しい関係を築いていくことでしょう。さらに、このリミックスがリスナーにもたらしたものは、音楽を通じた、対話の重要性です。藤原さんと岸さんの間には、直接的なコラボレーションこそなかったかもしれませんが、音楽を介して2人のアーティストが対話を交わし、その結果として新しい音楽が生まれたのです。 この対話は、リスナーにも伝わり、彼ら自身が音楽に対して新たな視点を持つきっかけとなったことでしょう。音楽は、作り手だけでなく、聴き手も含めたコミュニケーションの場であり、その場を通じて私たちは互いに影響を与え合うことができるのです。また、藤原さんのリミックスを通じて感じられるのは、彼の音楽に対する愛情と探求心です。彼は常に新しい音楽的なチャレンジを続けており、 今回のリミックスもその一環として捉えることができます。しかし、彼のアプローチはただの実験的な試みではなく、元の楽曲をリスペクトしつつも、その魅力を最大限に引き出すことを常に心がけています。その結果として、レシピのリミックスは、オリジナルの楽曲をさらに輝かせるものとなり、多くのリスナーに新たな感動を与えることができたのです。最後に、藤原さんのリミックスは、 これからの音楽の未来に向けた一つの提案でもあります。現代の音楽シーンでは、リミックスやコラボレーションが増え、多様なスタイルや文化が融合しています。藤原さんが、レシピをリミックスしたことも、その一環として、新しい音楽の可能性を広げる試みでした。そして、その試みは成功し、多くのリスナーに新しい視点を提供したのです。音楽は常に変化し続けますが、 藤原さんのようなアーティストがいる限り、その進化は続くでしょう。そして、その進化の過程で、私たちは新しい発見と感動を得ることができるのです。このレシピのリミックスは、単なる音楽の一曲ではなく、藤原宏さんと岸優太さんという2人のアーティストが紡ぎ出した、時代を超えた対話の一部として、これからも多くの人々の心に残り続けることでしょう。そして、 それがまた新しいリスナーへと受け継がれていく瞬間を私たちは見守っていきたいと思います。